大江戸八百夜町和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心躍る笑顔の、はい、始まりました。はい、せーの、いいですか、はい、大江戸八百夜町和装備情報局。はい、今日めでたいことに、はい、第50回目の放送となります。おめでとうございますそんなところに出られて嬉しいですで今日ちょっとね、和装備のメンバー2人しかいないので、はい、ちょっと寂しいんですけど、はい、50回目を、はい、ね、放送していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日、MC 担当させていただきます美人子の斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日紹介をさせていただきますメリーポピンズの中山です。よろしくお願いいたします。はい、では今日ちょっと瑞穂さん素敵なお着物なので、はいはい、ぜひご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。一応そのクリスマスを意識して、はい、なんてのこう着物を着てきました。ちょっとこの年で赤はちょっと恥ずかしかったんですけどまあね、あとでも帯もすごく素敵なので、帯はちょっとゴールドの、はい、なんかクリスマスな感じ で、 そうです、ね、はい、クリスマスな感じできました。はい、ではちょっとかけて、あ、はい、着物の紹介どうぞ。素敵な、私今日ちょっといい、私は今日はちょっと赤と黒とかっこいいですね、粋ですね。あとはまあ黒のいつもみたいな帯でしてきました。もう粋ですね、はい、いつもながら素敵です、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は、大江戸八百夜町和装備情報局50回目なんですが、はい、第1週目の土曜日は、はい、シャイニングということ で、はい、でね、輝く女性作りの会、うん、先月、はい、11月4日、はい、銀座のクルーズクルーズで、はい、第43回目を、はい、開催して、次回がまた来年、うん、そうですね、となる予定ですね。いつも華やかで、ね、はい、素敵ですよねで、輝く女性作りということで、はいはい、まあ、ご自身で女性で何かをされている方をメインに、はい、していく回だと思うんですが、はい、その番組ということで、はい、今日は瑞穂さんが担当ということで、はいはい、どうもありがとうございます、はい、光栄です。はい、はい、じゃあですね、はい、では最初ですね、はい、ここで CM を1本流させていただきたいと思いますので、はい、CM お願いします。はい、日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬、四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。はい、はい、PR 現代さんは、はい、ご購読されて、はいはい、毎日、あ、毎月見ておりますすいません、はい、でも楽しいですよね、和のこう、そうですよね、はい、話が小物の話やいろいろ着物がいっぱい出てますよね。で、では早速なんですが、はい、瑞穂さんの、はい、今のお仕事の内容ですとか、はい、ちょっといろいろお聞きしていけたらなと思いますので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず起業のきっかけというか、どうして、そうなんですよね、はい、私独身の時は、はい、新潟県で小学校の教員してたんです。あ、そうなんですかそうなんです新潟どちらでした？新潟は佐渡なんです、出身が。あ、そうかそうか、はい、で、まあ、新潟市内で小学校の先生してたんですけど、うん、まあ、縁あって主人が東京にいたので、うん、まあ、東京に来ることになって、うん、それでまた教員ってそれぞれの
県職というか、うん、なんか東京都のまた試験受けなくちゃいけなくて、あ、そうなんですね。そうなんですね。各地で、うん、はい、なので、まあ、ちょっと子育てが一段落したら、はい、もう一回受け直そうかななんて思ってたところでした、うん、それで ある時ですね、手のひらに乗るような小さな家を建てたんですね そして女の人って、はい、キッチンはどうしたいとかってみんな多分夢がありますよね、はい、私も、まあ、それに漏れずに、はい、東京中のショールームや、うん、いろいろ、うん、あの、うんうんうん、あのキッチンの展示場とか回って、はい、カタログもらってくるんですよね、はい、そうするとそのカタログ見るのがすっごい楽しくて、夜中の3時頃まで見てて、夜中の3時頃に工務店の店長さんにあのファックスして、キッチンはこんなにしたいとかうん、和室があったんですけど、和室はなしでリビング広げたいとか、でももう挙句の果てには自分で勝手に図面上から写して、あの和室なしにして、あ、もともとも作ってもらっていたのプランがあったんですけど、はいはい、それを自分で勝手に変更しちゃって何にも知らないのに、はい、もう困ったと思いますけど、ね、その時は何の経験もなく、ないね、ないです。あ、じゃあもう自分が欲しいもの、うん、そうですね、やりこういう風な家にしたいなって、まあ、自分の理想で、はい、それでまあ面倒くさかったと思うんですけど、工務店の社長さんもあの本当にいい方で、あの私がこうしてっていうのを叶えてくれたんですね。そして例えばキッチンが入った、このキッチンが入ったとか、窓があのちょっとボウウィンドウっていう窓だったんですけど、あ、こんな窓が入ったとかって、最初こう自分が提案したのが入っていくのがすごい嬉しかった。あ、じゃあもう窓とかそういうものから、はい、したいものに変えていって、そうですね、でもう図面も描いちゃったんですから。なんかそういうのも何かを見ただけなんですか、勉強してとかじゃなくて。勉強じゃなくて、ただただ好きなだけだもうそんな大変な、で、まあ、完成した時に、うん、もし私にセンスがあるとしたら、これは今度は人のために使いたいなと思ったんですよ。あ、うん、すごい、うん、それで工務店さんの社長さんに、はい、このお仕事ってなんていう仕事なんですかって言ったら、それってインテリアコーディネーターっていう仕事ですって言われて、これどうやってなれるんですかって言ったら、まあ、まず学校通ったらどうですかって言われてそうか、学校かと思って、うん、通うことにしたんですよ、うん、それが10月ぐらいだったんですかね、家が建ったのが。なんで4月にその学校を見つけて、で通うことしたんですけど、でたまたまその主人と光が丘っていうところに買い物に行ったら、はいはいはい、そこの工務店さんの求人のところに、日曜祭日勤務可能な方っていうあの求人のチラシがあったんですよ、はいはいはい、で主人がねえねえ、ちょっとこれいいんじゃないって言って、うん、あのそのチラシ見て、で私もその中に入って、うん、私は4月から、うん、あのインテリアコーディネーターの学校に行きますと、はい、で将来はインテリアコーディネーターとして活躍できるような人になりたいと思ってるんですが、はい、日曜祭日っていうのは娘がね、うん、幼稚園お休みで主人も見てくれるので、はい、私とにとってはすごいいい条件なんですけど、うん、ここで働かせてもらえますかって言ったら、うん、たまたまもう日曜のおとばの人が辞めてて、社長さんに直接お話しすることになって、はい、であ、いいですよとか言って、もその看板取って、そこでなんかすぐ採用してもらって、それから、そこの工務店さんで、5年働きましたかね、はい、そこ光が丘なので、こう団地群でほとんどこうリフォームですね、マンションのリフォームの仕事をずっとやってました、うん、それでまあ図面も描けるようになったし、でじゃあそこで学校も通いつつ、うん、そうですね、学校通いつつ で娘がちょうど小学校入ったぐらいでしたかね、うん、なので、まあ、自分で仕事しようかなと思って、うん、まあ、メリーポピンズを立ち上げたんです、うん、あ、じゃあ5年間働いていて、はいはい、学校はどのくらい通う？学校2年間ですね。2年間 で、うん、で働いてる間に学校行ったんですけど、うん、で資格を取られて、はい、で帰ってすぐではなくて、まあ、3年働いて、うん、そうですね、起業した感じですね、はい、でももう何年目くらい？15年ですね、自分で。そうなんですか。そうなんですね、はい、学校の先生って何年ぐらいされてたんですか？学校は4、3年ちょっとですね。あ、はい、じゃあでも3年間学校の先生されて、
で全然違うお仕事で起業してしまったっていう、はいはい、でもだから最初に、うん、もちろん学校の先生になる前は普通に大学行かれて、そうですよね、はい、もうそういう勉強をずっとされて、私家庭科の先生だったんですね。あ、そうなんですね、うん、だからやっぱり衣食住もあって住も大好きだったんですけど、はいはい、まさかねそこが講じてここまで来ようとは思でも先生の経験もあるから、でもあの起業だけではなくて、その、コーディネーター、インテリアコーディネーターの講師とかも、うん、ですよね、はい、まあ、銀座の大人塾っていうところでやらせてもらったりしましたけど、はい、今はされてないんですか？今そうですね、今はないですね、やってません、はい、今はちょっとあのお客様に提案するのに 3D パースっていうのをちょっと毎朝書いてるんですけど、うん、はい、それをちょっと今日はお見せして、どんな私が仕事してるか見ていただこうと思います、はい、じゃあそろそろ出ますかね。はい、じゃあ、はい、これもうムービーですよね。ね、一番最初出るのは、はい、リビングの、アジアンテイストなんですけど、はいはい、あ、こんな感じです、まあ、どのくらいこれ作るのに、どのくらい、4、5時間、あ、4、5時間かかりますね。あ、おあ、すごいですね、はい、これは、はい、ん、写真じゃないですよね。写真じゃないんですね、白い箱なんですよ、はい、そこに家具とか、うんうん、壁紙とかカーテンとか入れて、照明とか、あとはめ込んでいく感じですか？そうですね、入れ込んで、こう素材を入れ込んでいく感じですね。これ影とか、そういうのは、それはね、賢くソフトが計算してくれるんです。そうなんですね。だから手書きだと本当大変なんですけど、そうですよね、この影の演出ってすごいですね、はい、でも皆さんね、見るときにもこういうものじゃないと、うん、はい、イメージは湧きにくいですもんね。そうなんですよね、うん、じゃあ次にですね、モダンの赤のリビングをちょっとお見せしますね。これはですね、赤と黒をちょっとテーマにしたんですけど、ちょっとあの過激というか激しい感じなんですけど結構個性的な、うん、そうですね、うん、私としてはまあまあ気に入っているというか、あ、みさほさんが気に入った感じ、っていうか、あ、本当ですか、なんかイメージがちょっと、ちょっとなんかね、ちょっとそうそうそう、あの後ろの、うん、あの、はいはいはい、ゼブラ模様の、うんうん、マットとか、あのタペストリーですかね、はい、とか、うん、結構好きなんですけど。あ、そうなんですか。これも、ね、あの昼とか夜とかそういう設定もできるんですか？できますね、じゃあ本当にイメージしやすいんですね。そうですね、だから、置きたい家具を置いたりっていうのも可能ですよね、はい、で自分の部屋に置くとどんな風になるとか、まあまあ、あの私が提案してるのはその内装のリニューアルですけど。そうですよね、はい、じゃあ次に見ていただくのが茶室ですけど、はい、茶室ね、はい茶室もされるんですか？茶室っていうか、あの和も提供していきたいなと思ってるんですね、はい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 、それこそあの、オリンピックに向けて、うん、その和の文化って今重視されてますよね、うんうん、だからホテルのリニューアルとかも、うん、和の雰囲気テイストでいくとか、うん、なんか、うん、日本みんながこう和に今、ね、うん、なってるの で、ね、その一応、うん、茶室はこんな感じっていうのを、うん、ちょっと画像が暗いんですけど、はい、奥にあの茶室のお茶の用意と、はい、それから、皆さんが座るところは赤い毛線を引いてみました、はいはい、で障子が雪見障子、うん、で庭が見えるんですけど、はい、うん、これもあの床の間とかのパーツがあったりして、うんうんうん、あ、そうなんですね、うん、入れたりするんですね。でこれってこういう内装なので、はい、今現在住まわれてるところとか、洋風なお家でも茶室作りたいんですって言ったらこれがスポッて入るわけですよね。できると思いますよね。ということですよね、はいはい、多分リフォームでも自由自在ですよね。そうですよね、うん、で外観ではなくてね、中を変えられるとか、うん、そうなんですよね、うん、広さとね、はい、じゃ次に見ていただくのが、はい、寝室ですけど、モダンな寝室ですけど、これはですね、ちょっと、
違いましたか。和室の、あ、ごめんなさい、はい、あのごめんなさい、次見ていただくのが和室の宴会場の方ですけど、和室の宴会場、うん、のイメージしたんですけどね、はい、あの和でも何だろう、あの金屏風とか入れて、はい、それでまた好きな赤い毛線を引いたりすごいちょっと豪華絢爛でやってみました。そういうの自宅で行ける、あ、これ、うん、そうですね、これ多分12畳ぐらいあると思うんですけど、結構広いですよね、うん、でまああの、座卓と、はい、あの、あの手のもたれとか、あ、じゃあちょっと次飛びます、はい、これはですね、あの、寝室を戻っていいんですかね、すいません、じゃあこれもちょっと説明させてくださいね、はい、和室、赤い毛線を引いて、それであのお膳のお料理で、はい、もう本当に 和に個室ってした、はい、それで後ろにちょっとあの金屏風、金屏風も置きました、うん、それから床の間にあの五月人形を、あ、なるほどね、はい、すごいですね置いたり、あの奥の方ちょっとあんまり分かりにくいんですけど、違い棚にお皿とか飾ったり、はい、あの上の方にはあの神棚飾ったりしてます、はい、でこれ自宅にあったらすごいですねでもあの田舎の、うん、あのね、うん、大きなあの和室ってこんなんじゃありませんか。あ、そうですよね、うん、下にねこういう赤い、うん、引いたりね、引いたり、はい、屏風飾ったりしたら、うん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 、なりえますね、あ、 あとなんて言うんでしたっけ、あの襖の上の欄間です ね、うん、ね、そういうのってなかなか今ない、うん、そうですよ ね、欄間、こういうのも後からつけることってできる、パーツ、欄間のパーツとかあるので、あ、じゃあ、 あのリニューアルしたい時にそういうのつけることが、うん、あ、もちろん、あの、うん、あの古民家を解体して、うん、その、あの、その、あ、そうなんですね、物資なんですか、パーツだけ、はいはい、あの販売してたりするんですよね今世の中、そういうのって販売してるの古民家のパーツみたいな、でもそうですよね、うん、今一からってなかなかする人少ないかもしれないですよ ね、うん、そうですよね。じゃあ次に、モダンな寝室を見ていただきます、はい、これはですね、あのベッドヘッドのところを石張りにしたんですね。石張り、はい、ちょっとかっこいいでしょ、すごい寝室に石張り、うん、すごいですね、うん、そうですよね、ちょっとあのワイルドな感じにしました。でもこういうのね、うん、いろいろ発想する、すごいですね、あ、あのね、楽しくてしょうがないんですね、うん、書いてる時って、あ、いいです ね、 ね、そのなんか一つこう始まると、はい、もうそれに集中してこうアイデアが出てくるっていうか、そんな感じなんですけど、でまあ、ベッドカバーを黒でこうシックにして、うーん、ちょっとこれあのフローリングがちょっと暗いんですけど、はい、もうちょっと明るかったらよかったですね。で手前にあの、ちょっと背の高いテーブルと椅子があって、こうワインが、うん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 、外のお庭を見ながらというか、はいはい、夜景を見ながら楽しめるようにしたんですけど、はいはい、うん、へえ、そんな感じで、そうですね、あのベッドヘッドの上にこうライトをつけて、その、うん、石がこう綺麗に陰影が分かるようにうんうん、うん、してみたり、あ、 あ、そう、うん、なるほど、うん、ちょっと工夫しております。すごい寝室そうですじゃあ次に、玄関見ていただくいきましょうかね。これはちょっと大正ロマンをイメージして、いいですね、はい、作ったんですけど、うん、中央にあの周り階段っていうのかな、うん、置いてちょっとごあの吹き抜けでゴージャス系な感じにしました。吹き抜けなんですね、そうなんですね、うんうんうん、それであの上の方に懐かしい古時計を置いたり、うん、古時計それそういうのも売ってたりするんですか本当にあの絵の中のパーツに古時計、はいはいはい、あの時計とかあるんですね、はいはい、うん、それとか、まああの床はあの大理石張りに一応してます、はいはい、うんうん、
で、あの壁紙もちょっとこうちょっとシックなというか、はいはい、大人っぽい、模様の壁紙になってるんですけど、はい、であの窓をね大きく取って、うんうん、はい、あの光が入るように、うん、してます。で中央でも上にも窓が、これは、あ、そうですね、うん、上にある窓はあの、うん、お部屋の2階のお部屋の窓になりますね。あ、じゃあ2階のお部屋から玄関が見える、うん、そうですね。で、あの正面にステンドグラスを置いて、はい、この玄関の象徴にしてます。うん、うん、玄関一つで全然変わるんですね。そうですね、うんうん、あの吹き抜けだからやっぱり広々感じますよね、はい、うん、じゃあ次にご紹介するのが、はい、もう一つ玄関、あ、そうですね、うん、もう一つ玄関なんですけど、これは風神雷神の、ね、なんかすごいですねそうなんですね、あの玄関さっきはあの大正ロマンでしたけど、はい、今度の和をイメージして、うん、あの玄関作ったんですけど、さっきあのお茶のあの茶室ご覧に入れましたけど、うん、はいはい、あそこの玄関になります。うん、あの天井をこう、うん、なんですか、竹竹針にしてあるんですね、はい、なんでちょっとこう光った感じに見えると思うんですけど、はい、であと壁紙はこうシックな色というか明るめの壁紙を使ってます。うーん、なんかすごいですね、全然玄関ってイメージ変わりますよねそうですよね、うん、でも玄関だけをリニューアルする方とかもいらっしゃるんですか、うん、あ、結局リビングが主ですよね。そしてリビングの隣の玄関もってなんかつながってきますよね。あ、なるほど、そうなんですね、うんうん、まあ、全部リニューアルするともちろん玄関も入ってきますけど、はい、うん、でもやっぱり主には、まあ、リビングの方が多い、うん、ですね。でもやっぱりあの人の、ね、通る玄関からリビングですから、そうですよね、やっぱり注目のというかね、場所ですよね、最初の顔ですもんね。で、あとここにはねですね、あの松を置いてるんですけど、またすごいねあのやっぱり 和の、ね、植栽ったら松かなと思って松置いたんでどうでしょうかでもそう思います、松ってやっぱりね、うんうん、そうなんですよね、うん、でも和を、うん、テーマにして玄関っていうのもやっぱりすごいですよね、うん、そうですね、あの、さっきもちょっと話したんですけど、うん、今和の ね建物に注目が集まってますので、はい、ちょっと私も和をもっと勉強しようと思って取り入れました、うん、じゃあ次いきますかね、はい、今度はですね、はい、お庭、あ、そうですね、はいはいはい、洋風の庭なんですけど、はい、ちょっとイギリス の, あのいいです、ね、ガーデニング、ね、うん、をちょっと、うん、真似てというか、はい、あのやってみました。ですね、あの真ん中にヴィーナスの銅像を置いて、うんうん、なんかそういうのあったらすごいですもんねちょっとやってみたんですけど、うーんと、あのそれでもこうお花畑みたいな感じで、はい、あのお花をいろんな花をこう盛り込みというかこう、うんうんうん、でやってみたんですけど、はい、うん、あとはそうですね、あのベンチを置いて、ああ、それで、うん、そこでもちょっとあの朝ランチができ、朝がランチじゃないですね、モーニングができるような、すみません、できるような、ね、でもそういうお庭ってね、うん、あるといいですよね、うん、ガーデニング楽しみながらみたいな、はいはい、うん、ですね、うん、あとはこれからまあ、うん、あとは全体ですかね、はい、お庭の全体と、はい、はい、そうですね、でちょっとあの、うん、いろんなところに植え込みがあるので、うん、それを見ていただきたいのと、そうですね、はい、うん、そんな風なベンチも用意して、ベンチの横にあの背の高い、ライト照明を入れて、うん、あのまたその雰囲気を出してるっていうのもあります。でもこれも、うん、何かこう見ながら、はい、
いろいろこう見ていろいろご自身でこうまとめていくっていう、はい、やっぱりガーデニング、このイギリスのガーデニングやるときは、うん、やっぱりイギリスのガーあの写真、うん、ガーデニングの写真をいっぱい見ました、はい、うん、やっぱりそうですよね、うん、でどういうふうな植え込みされてるかとか、あ、そこまで見ないとダメなんですね、うんうんうん、研究しました、はい、うん、あとはお客様とかがこういうふうにしたいっていうふうに、うん、ご要望をお聞きして、ね、こう組み立てていくって感じもあるんですか。はい、そうですね、はい、本来はそうなんですね、うん、はい、これ私が提案してるのは、うん、まあ、私の今の好きな勝手の理想で作ってますけど、うん、本来お客様にこういうふうにしたいっていうのをあのこのパーツに書いて、うん、将来予想図みたいなのをお見せするのが本来私の仕事だと思ってますので、うん、でも実際は、うん、私もそうですけど、どういう部屋っていうのって、うん、説明しにくいですよね。そうなんですよね。多分こういうのいくつか見せていただいて、うん、あ、一番これに近いかも、うんうん、でもここじゃあこのソファーは黒がいいとか、うん、赤がいいとか、なんかそういう風に変えていくのにはこういうのあるとすごくいいですよね。そうなんですよね。これはあの色も一瞬で変えられますので。あ、そうなんですか、いろんな色に変えられますので、うんと、このソファー嫌とかって言ってまた、うんうん、違う色に変えるとか、そういうのもできるんですよ。はい、じゃあ今度ムービーに行きたいと思います、はい、ムービーはですね、紅葉の庭を歩いてみましたというムービーですけど、はい、ゴージャス3っていうのは、はい、そうですね、紅葉の庭はですね、あの黒い門を入ると、はい、あの芝生のお庭が広がってるんです。このムービーは携帯でも見れますか。見えます。一応フェイスブックに、はい、あの、うん、出てますよね、はい、アップしてるので、はい、それで見れます、はいはい、あとはお客様とお話しするときは、うん、もう携帯とかでも説明できたりとか、うん、一応ねちっちゃなノートパソコン持ってってるんですね、はい、それであのお見せするようにしてます、はい、そうなんか ね、こういうふうにムービーで見れるともっとイメージしやすい、ね、そうですよね。こんなふうに歩けるとあの紅葉の庭なので、あの、はい、あのもみじが抜群に綺麗なんですけど、に表現したかったんですけど、うん、なってますね、今ねもみじがね、はい、うん、今日もね、はい、そうですね、うん、でももう12月だからね、そろそろ終わりですか。そうですよね。なんか嵐山も昨日までか見頃かなんか誰か言ってました。あ、そうですか、うん、だからもう最後ですね、はい、うん、でムービンはもう一つ、はいはい、今度桜の庭ですね。これも見てください。お庭はいつもこういうイメージして、はい、いや、さっき一番最初にあのお見せしたあのイギリスの庭は、はい、もう洋風ですけど、そうですね、で今度は和風の2つ今 見ていただいてますけど、はい、やっぱりその和の空間を作るときにやっぱり庭も大切ですよね、うん、そうですよね、うん、お部屋からね、うん、見るのにもね、うん、全然違いますもんね、うんうん、でもすごくこういういろいろこういうふうに見せていただくと、うん、イメージしやすくて、はい、あの自分がしたい部屋とか、庭とか全体のイメージがつきやすいかなと、はい、そうですね、でもこれ考えるの大変だなと思いますよ、やっぱり全部わからないので、ああ私にとってはすごい楽しい作業なんです、ね、それがすごいですよね。だからやっぱり好きだからできるんですよ ね4時間5時間ですもんね、うんうん、大体、そうですね、はい、そうです、あと、はい、そうですよね、今もう画像をご覧いただいたのがこれでおしまいですかね、はいはいはい、画像は一応これでおしまいですけど、はい、であとですね、はい、こちらこういったお部屋を作ってまあ、提案されていることと、はい、あともう一つ、はい、今お仕事されている、あ、そうなんですね、うん、あのリフォームしてる時に、はい、お客さんにうちのお風呂とお隣のお風呂がすごく接近してて、はい、でお隣のお風呂で、はいはいはい、カフェカーテンをかけてるけど、はい、あれ影が映って嫌よねって、影の映らないカーテンってないかしらって言われたんですね。そうなんですね、うん、やっぱりなんかそっか、うん、外から見る、外から見るって変ですけど、うん、隣のお家から丸見えみたいなそれ嫌ですねそれでなの で、はい、で私もほらお客さんに言われたからどうして見つけようと思って探したんですけど、はい、なかったんですよ。
影が映らないカーテン、うん、あお風呂のお風呂の、はいはい、であるのはあのロールスクリーンとブラインドっていうのはありますよね、はい、うん、それからあのシャワーのシャワーカーテン点はありますけど、うん、あれはビニールで、はい、影も映っちゃうし、そうそうそう、はい、でじゃあ私が作るしかないなと決意してですね作っちゃったんですね作っちゃったんです、ね、はい、でね、それは今日お持ち、そうなんです、はいはい、でそれでね、どういう条件がお風呂には必要かって考えたんですよ、はい、でまずあのお風呂って湿気が多いじゃないですか、うん、でカビが入るでしょ、はい、だから防カビ加工しなきゃいけないカーテンね、うん、はい、それから、シャワーの水が当たるから、はい、撥水加工もしなきゃいけない、はい、それから、あのブラインドとかあの釘で打ち付けちゃって壁が痛みますよ、痛みますっていうか、はいはい、穴開いちゃいますよね、はい、そうじゃなくて女の人がかあの簡単に取り付けられるように突っ張りポールで取り付け、簡単にこう、うん、気分も変えてカーテンも変えることができる、できる、それでお洗濯したいですよね、だってあの清潔に保ちたいですよね、カビちょ防カビ加工といえカビついたら洗いたいし、はい、うん、っていうのでだからお洗濯ができて取り付け簡単で防カビ撥水加工ができて、で入浴中のカビが映らず、はい、でもう一つつけてから分かったことなんですけど、お風呂の中があったかいんですよ。あーカーテンを、そのカーテンをつけるとあったかい、はい、へー、今日はカーテンと、ま、あの普通の窓でも同じことが言うんですけど、カーテンと窓の間に空気層ができるんですね、はい、それが断熱となって外の換気を中に入れないんですけど、うんうん、それなのでアルミのブラインド考えるとアルミは可燃ですので、うん、もろに外の換気入っちゃいますよね、はい、そういう点でもそれで特許も取れたんです。それすごいですよね。でもね、他にないんですよね、うん、製品としてないっていうことと、はい、で特許の申請、特許ですもんね、はい、すごいですよね。でもこれもご自身で、そうです、全部されて、あ、っていうか、いえいえ、まあ、これは発明学会っていうところに通って、そうですよね、あの先生に書いてもらったんですけど、はい、まあ、でもあの自分のやりたい意思は伝えてって感じです、ね、特許取るのってすごい大変じゃないですか。大変でしたね。大変ですよね。うん、大変でした、確かに。でもまあ、うん、取ったんですね。すごいですね。じゃあどんなものか、ぜひぜひぜひ、はい、お試しますね、はい、これはセットで、ね、突っ張りポールはですね、はい、あの市販のもので構わないんですね。あ、そうなんですね、うん、あの、はいはいはい、今100円ショップでも売ってます、ね、あります、あります、うん、なんで、これはバルーンタイプっていうタイプなんですけど、まずカーテンをスパリポールに通します、はい、これデザインもそうです、ね、しているんですね、うん、すごい、あのシンプルタイプは本当にただの四角の、よくカーテンカーテンなんで、はいはい、布なんですけど、これが洗濯、お洗濯もできて、でも軽いんですね。そうですね、ポリエステル 100% なんですね、はい、うーん、まず、お風呂でかかっている入浴中はこういう風になってます、はい、で換気する時ですね、はいはい、それはちょっと持ちましょうか、あ、これですね、うん、じゃあそこを持っていきます、はい、これも、はい、みぞさんが考えられたんですよね。だから特許項目にここ入ってるんです。あ、これも入ってるんですか。特許項目に、この上げ下げの操作の仕方が入ってるんですね、はい、すごい。これで後ろで縛って換気するときにはこういうふうに、換気するときにはこういうふうに上げて、うん、はい、で、あの、まあ、換気するんですけど、はい、要は紐とストッパーで止めて、うんうん、なのでちょっとあのお風呂にこういうバルーンのカーテンが、うん、ね、あると可愛いですよね。おしゃれでしょ、はいはいはい、でこれね、窓開けてもこれが見えるわけですよね、はい、雰囲気がね、はい、いいですね、はい、こんな感じのカーテンなんですけど、これってもう製品として何パターンか、あの、このバルーンタイプとあとシンプルタイプって、あ、そうですね、普通のタイプはここで結ぶのと、あとシェードタイプってこのフリフリがなくてこういうふうに上がる、あ、はい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 、はい、その3つのデザインがありますね、はいはい、で、あと生地とか色とか、生地も7色うーん用意
してます。なんか生地も特殊なんですもんね。そうです、特殊っていうか、まあ、ポリエステルの布に防カビ撥水加工してるんですね、うん、あ、全部そういうのをつけてる、うん、でこの布自体が遮光の布なので、うん、入浴中の影が映らないことです。でもこう洗濯できるのもいいですよね。そうですよね、なんか主婦としてはそれがきっと一番嬉しいかもしれませんね。はい、はい、でもなんかいろいろ今日たくさん見させていただいて、なんか盛りだくさん、そう、初めてなんか水尾さんのいろいろ私もすごい勉強させていただいたかなと思います。はい、すごくでも本当にね、インテリアコーディネーターさんっていろいろある中ですごいなと思います。はい、でも最初そういうお仕事じゃないのに、そうですね、やっぱり好きこそなんとかですかね。あ、でもすごいと思いました。もうのめり込んじゃいました。はい、では、はい、ではちょっとここでですね、あの音楽タイムを、はい、はい、行きたいと思います。はい、今日はラフェリーの、一輪の花。あ、いいですね。はい、お願いします。お願いします。
はい、素敵でしたね、はい、いいですねラフベリー何度かもう水穂さんもそうですね、はいはい、させていただいて、はい、爽やかな2人ですよね でも、うん、あのこの一輪の花っていう歌は、ええ、あの彼らが、まだデビュー、まあ、する前とかに一回ちょっとお休みした時があるんですよね。ですか。でもう一度あの、うん、再開するにあたって出したのがこの一輪の花っていう花で、その花、この一輪の花を出した時に、あの新潟に、バスケットボールのチームがあるんですけど、ご存知ないですよね。すいませんあるんですけど、その時 の、 あのテーマソングでなってまして、そこからもうずっと今年も採用されてるはずですね、新しい歌 で、ですごいですね。で実は今日もう5日ですよね、うん、12月5日土曜日、今日は上越でワンマンライブと、あすごい大活躍です、ね、明日は新潟市内 の、 あのクラブで、ワンマンライブを、あそうなんですか、はい、今多分やってる最中かな、すごいね、と思うんですけど、上越、サングラスかけてる方のカズさんが、はいはい、あの上越出身なので、あそうなんですか、あの上越で毎年ワンマンライブを、多分何人ぐらいだろうな、多分ね毎回ねチケットがすぐ完売しちゃうんですよ。すごいですね、はい、上越の方は特に、あの皆さんファンが多いので、CD も出るとすぐなくなっちゃうっていう、すごいですよね、新潟でね大活躍なさってる。でもねまたね、なんか番組にも来てもらいたいんですけど、そうですね、今年ですよね7月、あのライブ、うん、すごい楽しいライブ、そう、はい、あの美智子先生のお誕生日パーティーの時に来てくださいました、はいはい、うん、あの時のライブもね、楽しかったですよね、よかったですね、本当、はい、盛り上がりました ね、 ねまたちょっとね、はい、機会があったら、彼らのスケジュールが合えば、ぜひぜひまたこちらに来てもらおうかなと、ね、はい、そうですね、はい、はい、ではここでですね、もう一つあの CM の方、いつも皆さん仲良くしてる山ちゃん、山ちゃん山ちゃんですね、はい、CM を、はい、ね、お願いしたいと思います、はいはい、じゃあ CM お願いします。山ちゃんの着物相談会すごいいいですね、はい、これだけあるとね。でもこのね、ナコートマダムの妖精の部屋で毎月開催していて、はいはいはい、すごく、そうです ね、 着物初心者の方にもすごくいいと思います、はいはい、そうですね本当に、はい、で、私の方で今月ですね、はい、12月16日なんですが、はい、水曜日、はい、12時からイベント、7時まで、いいですね、夜の7時まで、はい、長丁場ですね、はい、でも同じあの、ナコードマダムの妖精の部屋なので、先ほどあの、はいはい、山ちゃんの、で映ってたお部屋で、はいはい、させていただくんですけど、いいですね、それは今回、あのプレでちょっと交流会っていう形でしております。あら素敵、はい、で12時から7時まで好きな時間にいらしていただく、でいらしていただいて、で特典としては全ていつ来ても同じものを特典とさせていただくような交流会にしてますので、いいですね、はい、何が出るんですか。今回は、ランチボックスというか、まあ、お弁当なんですけど、ちょっと和食、であのおこわとか、山菜おこわとか、いいですね、はい、ちょっとした揚げ物とか、そういうのをちょっとあのお弁当にして、その場で食べてもらってもいいし、お持ち帰りも OK だし、っていう形にしたいなと。なるほど、あとはやっぱり私新潟とか青森とか、まあ、足利もそうなんですけど、ね、地酒が多いので、そういうのちょっと用意したいとか、いいですね、日本酒が出るんですか、はい、いやいやいや
最高じゃないですか。あの本当に12時、うん、2時に来ていただいて7時までいただいてもいいんですけど、うん、まあ、その間出入り自由で、うん、一応参加費は今回2000円で、うん、あのさせていただこうかな。どんなものが展示されてんですか。あのこれから、うん、来年のですね1月からなんですけど、うん、毎月第3水曜日、うん、妖精の部屋で、うん、美容のワークショップを開催する、素敵、はい、うん、ことになりまして、うん、そこにあの参加するメンバーのものを置いていきたいなと。なるほど。なので耳つぼする方もいれば、はいはい、まあ、ネイルする方もいるし、うん、あとはもしかしたら眉のデザイン、眉毛だけです。そうなんですか、はい、いやいや、のあのデザインする興味あるな、はい、そういうものとか、うん、あとあの何でしょう、もう私でしたらまあ化粧品とか、うん、そういうものを置いたりとか、うんうん、あのその場でこう販売もできるし、うん、っていう形 でワークショップもできるし、うん、施術の体験もできるし、盛りだくさんですね、はい、っていう方たちをちょっと集めて毎月1回、うんうん、あのそういったイベントをやっていきたいなっていうので、あ、まあ、12月なので、うんうん、あのちょっとね、パーティーじゃないですけど、うん、それも楽しみですね、はい、交流会に今回はしてます。あ、なるほど、なるほど、ぜひぜひ、はいはい、いや楽しみですね、はい、ぜひもしお時間あったら、はいはい、ぜひ行かせていただきたいと思います。でちょこあの私のフェイスブックであの毎回宣伝してますので、はい、もしよろしかったらそちらの方を皆さんご覧ください、はいはい、どうですか、はい、なんか今日を初めてですよね、2人で。そうですね。なんかお話しするのも、ね、この長時間お話しするっていうのもプライベートでもなかなかないですよね。そうですよね。皆さんなんか大勢いて、そうそうそう、その中で紛れちゃって、こんなじっくり話したことなかったですね。そう。でも今日本当にいろいろお聞きできて、うん、どうもありがとうございます。私も思いっきり話してしまいました。でも学校の先生からこれだけ全然違う仕事に疲れるっていうのがすごいなと思って、そうですね、でなので、うん、お子さんができてからでも、うんうん、ああね、関係ないんですよね、もうご自身の、確かに、うん、あの娘が小さい頃は、はい、幼稚園早く終わると、うん、あのね、うん、あのお店連れてきて、うん、後ろで折り紙を折って待たせたりしてましたね、はい、うん、まあそんな苦労もありますけど、はい、うん、貫いてよかったと思ってます。でもすごいですね、もう15年ですもんね、はい、でもなんかますます、でもこれを機会に、なんかそうスクールじゃないですけど、ね、そうですね、したいですね、ぜひぜひ、はい、なんかあのじゃあ妖精の部屋で、妖精の部屋でどれにしましょうでもいいと思います、本当に、こういうのですね、はい、聞きたい方いると思うんですよね、あの勉強もそうなんですけど、単純に自分の部屋をどうしたいかっていうので聞いてみたいなっていう相談会もあると、そうですね、やってみたいですね。変えようと思っても、まず費用がどのくらいかかるかとか、あと今現在の部屋で変えられるのかとか、誰にどこに聞いていいか分かんないですもん。あ、そうなんですか、はい、ぜひなんかそういうの打ち出していただける、そうですね、はい、ぜひやりたいです、ね、はい、ありがとうございます、いいことでもなんか、まあ、あっという間でしたね、そうでしたね、はい、なんか和装美情報局も今日で50回目で、ね、すごいですよね、本当でしたよね、全員で ね、したかったですけどね、今日皆さんあちこち行かれている、お忙しくて、はい、もう忘年会シーズンですねもう土曜日です ね12月今日5日でしょ、うん、はい、もうだからあと1ヶ月ないんで、ね、本当に早いですね、はい、うん、もうあっという間でした、はい、でこの放送もあっという間で、はいはい、ありがとうございます、さすがにお上手ですね、いい、なんかすいませんでした、なんか何が全然本当に、あとでもあのこの和装美情報局がこちらの北千住の方の CM さんで始まるようになって、はい、あのもう3ヶ月目に入ったんですね、そうなんですね、うん、本当に早いですね、はい、でもうその時にからあの、うん、始まったあのうん、ナコードマダムが作った、うん、やりましょうか、やりましょうね、ではじゃあどっちから行きましょう、あ、かすみさん、はい、じゃあ、はい、行きますよ、はい、じゃあ1 10 100 1000 10 ちょっとうまくいかないすいませんそう、その情報局でね、せっかくそういうの始まったので、はい、これを皆さんでこう広めていきたいということで、そうですね、北千住ですね、はい、はい、ではもう本当に早く、はい、もう終わりです、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、もう言い残したいことが
いや今日ありがとうございました。なんでですか思いっきり話せて梶さんの引き出し方が上手だなと思って、でも本当にすごくいろいろ勉強させていただいてありがとうございました、はい、でも本当にぜひ、はいはい、スクールというかそれ今度やりたいですね。でももし今度一緒に、はい、仲人マダムの女性の部屋でワークショップの、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。できたらと思います。はいですね、コラボできたらいいですね、はい、よろしくお願いします、はい。でももうやっと50回目の放送がもう終わりですね、はいはいはい、ではまた来週この時間に、はいはい、ありがとうございました。